はい、もう今スタートしたばっかなんですけどね、そこら辺はねですね、だいぶ落ち葉がもうここら辺で来ちゃうんですかね、どこのタイミングでになるのか、いつまで回るのかわかりませんと。で、なんかあります。で、まあ登ってきたということは次は下がっていくというところでございますね。まあこちらも安心せず、あ、でもこっちの方が雨あんま昨日降ってないのかな、こっちの方がね、空からボンって来そうなのに、湿ってないですね。まあちょっとでもカメラ止めて歩きます。気をつけて歩いてください。まあ一応歩くところにはですね、まあ綺麗にしてもらってくれてるのか、葉っぱがこっちはあったけどこっちはないので、ちょっと滑りにくくはなってくれ、してくれてると思いますが、もう気をつけて歩いていきます。では歩いてきます。またもうちょっと歩いただけですけどね、本当に歩くところにはですね、全くと言ってほどね、何でしたっけ、葉っぱがないですね。まあちょびっとはありますよ、それは。でもほとんどないです、全部端に。で、本当にね、綺麗にくねくねと下がっていってます。あ、でもそこら辺はまた葉っぱがね、全体的にありますね。下りだと綺麗に消えたりするのかな、風で。まあ、よくわかんないですけど、仕組み。よいしょ。で、まあ、思ったよりね、滑りそうとか転びそうはないですね。って言ってると私大体ね、失敗するんで、ちょっと、やっぱりカメラを止めて、歩いていきます。ね、危険な行為はバカバカしいので、わかってることは、しっかりやめて、はい、進んでいきます。歩き始め、そういえばね、こっちの道はどのぐらいの時間かかるのかなと思って紙を見てみたんですが、はい、そして今はね、やっぱ急な下り坂でございます。で、なんと、てってれー、多分1時間15分かかりますね。思った以上に長かった。まあ、こっちが15分で30分はもう45分。で、こっちが1時間15分。で、バス停までで、だから相模湖駅までまたそこから行くなら3キロっていうことなんで、まあまあ帰りは時間かかりますね。で、もうこっちをもしも行き歩いたら1時間40分らしいので、こっちの方が坂がね大変なんでしょうね。そういう意味では私のスタート地点ではスタートがね、こっちからだったっていうのはね、正解かなと思います。あんまり最近歩いてないとか登山がそんな得意じゃない人間としては。で、そして私はとてもビビりなのでですね、ほんと下りがね、すごい苦手なんですよ。すごい時間かかっちゃうんですよね。あ、転んだらどうしようとか。一つ言えることはですね、トレッキングシューズの場合はもうちょっと靴のことをし、信じて歩きたいなと。常にちょっと謝りながら、歩いてますね。はい。もうちょっと、普通にかなら別ですけど、こうやって滑らないようにね、こういうためにできてる靴ですから、信じて、歩いていきたいと思います。急な下り坂、頑張っていきます。下っていくとですね、今回はですね、普通のロープではなくてですね、こういうのになるのでですね、動物が通ったりするのか、まあ人間でも危ないから通るなということなのか。一つやることは冬というか、まあ寒い時期の場合はですね、まあ汗かいてね、暑くなって脱ぐのはいいんですけどね、まあ、もうちょっと休憩とかするのであれば冷えていくのはもう夏以上に早いのでね、すぐまた上着を着たりしてね、体の、に優しくしてください。こちらはですね、そんなことしてなかったせいで、鼻水がズルズルで大変ですよ。あ、そういえば私花粉症なんですけど、この山にあんま花粉はないのかな？わいよ。よいしょ。こんな感じですね。やっぱ葉っぱがあるとね、ちょっと滑れないかなと思ったりしますよね。まあ、今はですね、靴と協力し合いながら頑張ってまーす。よいしょ。まあね、もう頂上を見れたというのが、ね、なんか面白いなって感じですね。全然帰りの方が時間が長いですね。まあどっちから登るかは本当に皆さんの好きなように。で、あっちの方なんかトレジャー系があるんですかね。なんか、なんだろう、ロープとかそういう系のコースとかもするんですけど。そんな地図に書いてあったわけな。あの遊園地があることぐらいしか頭いなかったけど、それは今向かってるかに1時間ぐらい先の場所にあるから、やっぱりそういう遊び場がね、あるのかな。ここら辺はね、自然が多いですから。いやいや、急な下り坂気をつけてね、降りていきまーす。よいしょ。はい、だいぶね、靴とも気が合ってきて、靴のことを信じて歩いてるとね、まあ思ってるよりはサラサラって降りてるかなって感じでございます。でですね、私はこれすごい木と木がね、くる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 、すごいんですけど、こういうなんか登山の楽しさの一つとしては、普通のね、道歩いてるのと違って、自然のね、いろいろと
見れるじゃないですか。あと住宅街歩いててもこんな絶対見れないじゃないですか。こんなねじり攻撃。蛇っていうかなんかすっごいなんかね。ふいふい。うん。ね。なんかこういうのが自然。うわ、てかなんか見て。面白い。わかります？あ、ここでもまずくるくるしちゃってるんですよね。一つで。へぇ、うずっちゃってんだ。で、木も、わかりますかね？ちょっと写真撮りますね。ここが、もうこういう、何？こういう感じの木だ。うわぁ、面白い。ね、こういうのが、は、登山楽しみかなと思います。こういうね、まあ、低い山だからこういうのを見る余裕もあって。まあ、あの、ね、体力ある人なら高い山でもそういう余裕あるんでしょうけど。っていうのがね、面白いが、これの木とか全部あっちにね、向いてるとかね、生えてるとか。なんかそういうのはこういうのね、面白さが、倒れてこなければね、自分の上に、楽しみかなと。まあ、葉っぱとか、うわうわ、びっくりした、濡れてる。はい。こっち側でもね、面白いものが見つけられたりするかなと思います。ここら辺でちょっとすごい集中して降りちゃうんですね。全然もう道しか見てなかったです。そしたらね、こんな感じで、もう元は水がしっかり流れてたのかなっていうところに、まあ今もね、ちょろちょろ流れてるんですけど、今見えますかね。はい、こちらがですね、一本橋でございます。ひょー、怖いね。どんぐらいさ、強くできてんのか。で、こちらがですね、一応ここにあります一本橋ですね。なので、もう一本ありますね。見えますかね。はい、もう一本橋。ね、普通の道。なんかわかんないですけど。あ、で最後の方まではね、やっぱ下り坂が。続くと思ったらアップダウンがありますね。やだ。はい。というような感じでございまーす。うわぁ、そこら辺の木も芸術ですよ。ここでございます。ではね、一本橋歩いていきます。あそこにですね、大きな石というか岩がですね、あるんですけど、あれが水を止めてるんですかね。関係あるのかな。はい、こちら一本橋です。わわわわ、めっちゃグラングラン。え、わかんのかな？これわかんないですね。おいしょ、いっしょ、いっしょ、いっしょ。よいしょ。揺れてるの、わかります？いや、わかんないですよね。よいしょ。だいぶ揺れます。ごめんなさいね。そうだよね。これが少しでもね、長い期間使えるものにしてるときには、こうやって意味なく揺らしちゃダメですよね。ということでね、ちょっとこういうのは怖い人にはね、厳しい、ルートかもしれないですね。そう、水をかかるとか、あの石は関係ないのかな？はい。こんな感じで、登ってきた山というか、下ってきた山でございます。ではまたね、次の橋目がけていきます。この木、あれです。何語だ。この木ありますよね。からの、で、多分ね、この木じゃないですかね。この木が折れて、こうなってしまったんだと思います。ひょー、怖っ。ね、これが落ちてきたらもう終わりですよね。ね、本当にやっぱちょっとね、そういう面ではね、山の方は、気をつけてください。天候が悪かったり、まあ、立ち入り禁止と言われたらしっかり守るとか、ね、そういうことはして、ね、命を無駄にしないでください。で、ここさっきもう一本橋ってあるから、ちょっとこれかなと思ったんですけどね、もう、全然違いましたね。まあ、奥にあります。あ、そこにあった。もう目の前。喉がね、花粉症でかくなっててね、最後の一個あった龍角散をね、今舐めてます。はい、一本橋見えますかね？そちらにあります。これをね、渡って、橋は終了かなというところです。一本橋、あんま二本目のはですね、渡って、あと 1.6 キロとあって、進んでいくとですね、はい。なんと、次の上がりは、こちらの、はしごを使ってね、歩いていきます。しっかりやっぱ紐もあって、お、結構、一段目がですね、上がります。危ねえ。ちょっと音やめてよ。ギー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 。失礼だな。誰でもなると思うんですけどね、一応。よいしょ。で、ここを登っていくのか。という感じで、途中、ステップ入ります。無事。下りが終わったかなというところですね。まあ、山小路注意と、休憩所っぽいのが2つありますね。相変わらず言うと、机は、じゃなくて椅子はないので。いや、これが椅子だから机がないので。はい、というところでございます。そうなると、ここからアップダウンが始まるのでしょうか。うん。なんとも言えない気持ちでございますが。ここからの景色は、
あまり見えないというのが正解ですね。まあ、住宅って感じが。ということで、行ってきます。またね、下りですけどね、やっぱり歩いていてたら、て、ね、暑くなってきました。まあ、上着を脱いでいくか脱がないかわかんないですけど、まあ、そんな感じです。絶対ここからアップダウン始まります。また伝わらないかもしれないですけどね、坂がスタートしてる。反対で撮ってあれよ。結局わからないから。すいません、今ね、ちょっと酔ってしまったりしたらごめんなさい。では、アップダウンのであれば、結構気合入れて、登っていこうと思います。